佐賀をユニークに PR する佐賀自慢川柳の表彰式が開かれ、県内のイベントやスポーツチームなど地域の魅力を取り入れた句が披露されました。佐賀の魅力を全国に伝えようと3年前から行われている佐賀自慢川柳。今回は1263点の応募の中から35点が入賞し、昨日受賞者に表彰状が渡されました。大賞には図書館と温泉竹雄で文遊両道が選ばれ、地域の良さが発信できている点が評価されたということです。また未成年の応募も受け付けていて、受賞した川柳のうち B1 へ飛んでいくぞとバルーナーズ、鮮やかな空に水玉気球かなという2つの句は高校生が考えたということです。嬉しいです、はい、朝投稿してる時に見る雰囲気を、俳句にしました。自分自身バスケットボールをやっていて、今年 B1 という一番、いいリーグに佐賀バルーナーズが行ったことがとても嬉しくて。高校生は今回国語の授業の一環で応募したということです。